菊池博士12月26日から1948年3月6日は小説家、劇作家、ジャーナリスト。本名は菊池博士。実業家としても文芸春秋社を起こし、芥川賞、直木賞、菊池博士賞の創設に携わった。15歳の菊池香川県香川郡高松市七番町で7人兄弟の4男として生まれる。 菊池家は、江戸時代、高松藩の受学者の家柄で、日本藩士団に名を馳せた、菊池五んは、漢の遠籍にあたる。しかし、漢の生まれた頃やは没落し、父親は小学校の庶務係をしていた。高松市四番町尋常小学校を経て、高松市高松高等小学校に進学。しかし、家が貧しかったため、高等三年の時は、 教科書を買ってもらえず、友人から教科書を借りて、書き写したりもした。この頃、文芸クラブを愛読し、高田露伴、小崎公用、泉京科の作品に親しむ。1903年高松中学校に入学。広氏は記憶力が良く、特に英語が得意で、外国人教師と対等に英会話ができるほどだった。図画や習字は苦手だったが、一年発起して、 勉強に取り組み4年の時に全校で主席になった。中学3年の時、高松に初めて図書館ができるとここに通って本を読みふけり、2万冊の蔵書のうち興味のあるものはすべて借りたという。中学を卒業した後、成績優秀により学費免除で東京高等市販学校へ進んだものの本人は教師になる気がなく授業を受けず、 テニスや芝居見物をしていたのが原因で、除籍処分を受けた。地元の祖父家の高橋勢力から将来を見込まれて、養子縁組をして、経済支援を受け、明治大学法科に入学するも3ヶ月で退学。徴兵逃れを目的として、早稲田大学に席の置く。文学の道を志し、第一高等学校受験の準備をする。これが、養父にばれ、縁組は解消。 進学が危ぶまれたが、実家の父親が借金してでも、学費を送金すると言ってきたことで、道が開ける。1910年、第一高等学校第一部をつるいに22歳で、入学。同期入学には後に親友となり彼が創設する、文学賞に名を冠する、芥川龍之介、久米正男、井川康氏がいた。しかし、卒業直前に、当品と知らずマントを七入れする。 マント事件が原因となり退学。その後、友人、ナルセ正一の実家から援助を受けて、京都帝国大学文学部英文学科に入学したものの、旧制高校卒業の資格がなかったため、当初は本科に学ぶことができず、専科に学ぶことを余儀なくされた。翌年旧制高等学校の卒業資格検定試験に合格し本科に移る。芥川、久メラと第三次。 新市長総監。菊地博士、草伝、と太郎の筆名で議局を発表する。九百十六年、第四次、新市長では、菊地博士の名で、屋上の教人を発表。東京帝国大学に進み友人たちと合流する、つもりだったが、上田和都氏の拒絶と京都を去りがたい、事情ゆえに、泊まることを選んだ。京弟では、文科大学教授となっていた。 上田里氏に指示した。当時の失意の日々については、無名作家の日記に詳しい。1919年、長崎にて。左から菊池、芥川龍之介、武藤長造、長見徳太郎1916年7月、兄弟卒業。卒業論文は、英国及びアイランドの近代劇。上京して、芥川、久米と夏目漱石の木曜会に出席する。 なる世家の縁故で、自治新報社会武器者となり、月給25円のうち10円を毎月実家に送金する。また、新市長に父帰るを発表。広氏は生活のため資産家の娘と結婚することを考え、郷里に相談。1917年、高松藩の旧、藩市奥村家出身の奥村パオズと結婚。九百十九年、中央公論に、 今週の彼方に、を発表。時事新報を退社し、執筆活動に専念する。翌年大阪毎日新聞、東京毎日新聞に連載した、新珠夫人が代表版となり、人気作家となった。1923年1月、人気作家となったヒロシは、若い作家のために、雑誌、文芸春秋を創刊する。発行編集権員殺人は、菊池ヒロシ、 発売元は、春陽堂、定川十銭で、中央公論が、特価一円、身長が八十銭の時代に、破格の安さだった。関東を飾ったのは、芥川龍之介の、主樹の言葉。創刊号三千部は瞬く間に、売り切れ、次号も売り上げを伸ばし、特別創作号を銘打った五号は一万千部の売り上げとなった。 1926年から春陽堂を離れて文芸春秋社として独立し、文芸春秋は総合雑誌となる。また、大衆作家として、婦人雑誌や新聞に多くの小説を発表していたが、1927年7月25日、芥川龍之介が自殺。広氏は号泣し、葬儀では長寺読む半ばから涙が止まらなかった。1935年、 新人作家を検証する、芥川龍之介賞、直三35賞を設立する。1926年日本文芸家協会を設立。1925年文化学院文学部長就任。1928年第16回衆議院議員総選挙に東京一区から社会民衆党公認で立候補したが落選した。 しかし1937年には東京市会議員に当選した。1939年、中国大陸で取材中の菊池。翌年、菊池は西住小次郎の評伝を発表する。1938年、内閣情報部は日本文芸家協会会長の間に作家を動員して従軍するよう命令。広は希望者を募り、吉川治、小島正次郎。 浜本博士、北村小松、吉谷信子、久米正夫、佐藤春夫、富澤宇夫、尾崎志郎、滝井耕作、長谷川新、梶聖寺、高賀三郎、関口二郎、庭文雄、岸田国志、港国造、中谷隆夫、浅野明、中村村夫、佐藤総之助総勢22人で大陸へ渡り、洋子交作戦を視察。翌年は、南京、徐州方面を視察。 帰国した広氏は、自編中は、国家から頼まれたことは何でもやると宣言し、文芸従語運動を始める。これは作家たちが昼間は、全国各地の陸海軍病院に診問し、夜は、講演会を開くというもので、好評を博し、北はカラフト、南は台湾まで各地を回った。1942年、日本文学法国会が設立されると議長となり、 文芸家協会を解散。翌年、映画会社、大英の社長に就任、国作映画作りにも奮陣する。終戦後の1947年、GHQ から官に公職追放の指令が下される。日本の侵略戦争に文芸春秋が指導的立場を取ったというのが理由だった。広氏は戦争になれば国のために全力を尽くすのが国民の務めだ。 一体、僕のどこが悪いのだと憤った。その年の暮れには、横光リーが死去。翌年1948年1月、苦難を共にした、元文永春獣社専務の鈴木志向が急逝。気力の衰えた広氏は、2月に胃腸障害で寝込む。回復すると3月6日に、近親者や主治医を、雑誌ヶ谷の自宅に集め、全開祝いを行ったが、 好物の寿司などを食べた後、2階へ上がった途端、狂心症を起こし、午後9時15分、休止。去年59歳。息子を呼ぶ、秀樹、秀樹が最後の言葉だった。その際、夫人の手を握りしめていたという。告別式は、おとわのご国寺で行われた。葬儀委員長は、久美正夫。参列者7000人の中には、当時首相だった、足田人氏もいた。 家族が発見した漢の遺書が当日公表された。私は、させる、細分なくして、文明をなし、一生を大化なく、暮らしました。多幸脱だと思います。死去に際し、自由及び、他年の読者各位に厚くお礼を申します。ただ、国家の高まさを祈るのみ。7月吉日、菊池博士高松市、菊池博士記念館から、菊池博士全集が、 また、武蔵野書房から菊池博全集保管が刊行されており、ほぼすべての作品を比較的容易に鑑賞することが可能である。文春文庫と岩波文庫で諸作品が刊行されている。また、道谷から歴史随想と県政武蔵伝が刊行されている。少女クラブ連載の長編小説について扱う。口機関、菊池館をアナグラムにすると、口機関となる。 このアナグラムは、菊池の生前から、彼の交友の内外で、同時多発的に話された記録がある。麻雀、競馬、将棋に熱中していたことで知られた。とにかく勝つ人は強い人である。多く勝つ人は、結局上手な人、強い人と言わなければならないだろう。しかし、一局一局の勝負となると、強い人必ず勝つとは言えない。 低配を覚えたばかりの素人に負けるかもしれない。そこが、麻雀の面白みで洗う。しかし、勝敗の数は別として、その一手一手について、最善なる、打敗を行う人は、結局名手と言わなければならない。降参を基礎とし、最もプロバビリティの多い道を選んで、低配に達しうる人は、名手上手と言えよう。しかしそうした降参に9分まで、準拠ししかも、 最後の一部にお手運気を掘らさんし、降参を無視し、大役を常時するところは、麻雀未知の幻妙が存在しているのかもしれない。最善の技術には、努力次第で、誰でも達しうる。それ以上の勝敗は、その人の性格、真実、覚悟、度胸によることが多いだらう。あらゆるゲーム、スポーツがそであるがごとく、麻雀も、技術よりで、究極するところは、 人格全体の競技になると思う。そこに、麻雀動画、単なるゲームに、昼天地が開けると思う。菊池博士、麻雀さん。1940年の春の提出後商店を所有場、時の力で接し、能力検定競争として、軍人や関係者、約200名のみが感染した1 9 4四年の東京優秀も、所有場、時の地下費を出走させた。 ありがとうございます。